来たね。今回からエピソード9が始まりますね。俺たちも近辺海域に入った。船内のホールで合流しよう。このゼノビアに隠された謎、我々が求める真実を。真実だと？ジェシカ、なぜ撃った？レイモン、なぜなんだ？どうしてお前がベルトロを語った？どういう意味だ？探せ、テラクリジア、真実を。これがゼノビアの隠された秘密。OK、 ここで終わったからね、前回は。さて、今回は多分またジルとクリス目線でなると思いますけど。あら、変わったね。次はこいつらか。久々だね、こいつらでプレイすんの。すごいカタカタ言わしてる。何この BGM。 そりゃ寒いだろうな。こいつはすごい。何その喜んでる顔。喜ぶ要素どこにあんだよ。あらら、切れたか。つかない。おい、どうなってんだよ。腹立つわ。わかりません。わからんのかい。何この優雅な BGM。 バイオハザードプレイしてる感じが全くないね。別ゲーだよ。バッテリー切れだったのかな。ついてね。ですがついに見えてきました、この事件の。その飲み物どこにあったの、持ってきたの。空港のアジトに戻りましょう。急がねば。あ、持ってきてるね、水筒だ。ここで飲むコーヒーとかうまそうだね。あんなあったかい。空港のアジトへ戻ってきた。これエピソード6と5でここに来ましたよね。6か5どっちかでしたね。誰もいねえ。別の。何なのこのスカウターは。ドラゴンボール的な。大丈夫、バックドアは構築済み、どの端末でも侵入可能なわけです。だからなんでそいつを先に言わないんだよ。私の論理展開が正しければ、ベルトロの存在自体がそもそも、いや、まだ憶測だが。どうした、ゆえ。まだ決めつけは軽率ですよ。今は操作あるのみ。ハゲってすげえな。次々行くね。テンポがいい。ハゲはテンポがいい。誰に格好つけたの今。今誰に見せたんだろうね。プレイヤーに見せたのか。そんなことしなくていいけどね。さてやっていこう。さっさと PC を探そうぜ。まずアイテムはなさそうだね。こっちです。しゃあ行こう。まずは PC を探していくらしいですね。ただこの部屋、あれ、閉めるなや。開けとけや。なんで閉めたんだよ。嫌がらせか。閉めるなや。開けとけや。なんで閉めるんだよ、ほんと。嫌がらせも華々しいやつだな。なんで止まったの。おおおお、敵いたの知ってたから止まったんか。お前、やらしいやつだな。アイテムはねえのか。アイテムはなさそうだね。だから閉めんなや。閉じ込めんなや。さて、ここだよね。不思議な現象があった場所。前にね。なんかあるな、アイテム。ハゲは次々行くね。よっしゃ、とりあえずアイテムゲッチュ。ハマシンガンの弾ね。次はこちらか。ポン。エレベーターか。ちょっと怖えな。なにこの死体。わーお。死んでる。あ、なんで、なんで閉まんの？開いて？閉まる必要ないからね。さあ入ってこい、ハゲ。うわ、こんなエレベーター乗りたくねえよ。ここで止まったらどうするんだよ。ねえ、ガーンになったらどうすんの？敵来そうだな。しゃ、来た！下に降りてきたね。アイテムがたくさんありそうな感じ。あ、めちゃくちゃあるじゃん、これ。わお！ RPG!RPG! オーマイガー！えい！ロケットランチャーですね。あ、これ2個手に入れられるのか。なんで喜んでんの。あ、1個のみか、使えるのは。ちょっと待ってよ、武器変えるのはなんかもったいないような気がするな。これ敵来るんじゃねえか。とりあえず PC はあるね、ここに。 RPG1 個のみか。
起動しない起動しない。どうしたクエント。どうやら電力が足りません。 MD28 は大ぐらいで有名で。よっしゃ、ハーブあるね。わ、これハーブありまくりじゃん。敵来るよね、これ絶対。お前はそのまま恋人を抱きしめてればいいさ。まずいな。発電機、発電機を起動する。どこあんの、これか。発電機どこあんの、あ、これか、これだね。オッケーオッケー。またハーブあるな。ハーブありまくり。絶対敵来るじゃんこれ。錆びついてるがいけんのか。よっしゃ、ついたね。MB28 緑色の光、怖えよ、やめてくれ。病院とか怖いよね、あの暗いところ。上にもアイテムがあるな。何これ。あー、パイソンか。よっしゃ、マグナムの弾、いろいろと銃ありまくり。どうした、何をしている。もう一つくらい発電機ないですか。あ、もう一つ、もう、あ、これか、これか。えいー、また緑の光か。やめて、怖いから。うわ、オートセーブ来たよ。絶対来るわ。フルパワーで解析開始です。おお、電撃グレネード、めちゃくちゃアイテムあるな。どうなんだ、早くしろ、ハゲ、早くしろ、なんか来る。暗号化乱数を解析するには時間がかかります。絶対ハゲなんか来るから早く。私と MB28 のコンビならば数分かかりすぎ、ハゲして早く。絶対、ほら来たじゃん。なんかもうバカ野郎、ハゲのせいだ。知らねえぞ俺、上上がってこう。絶対なんか来た。何来たの、ウォン言うたね。うわ、まずい、お前か。オッケー、こいつら俺に任せろ。よっしゃよっしゃ、来いや。どこに来る。あ、この下来てる。どこ行った、移動スピードが速い。もう一匹どこ行った。ちょっと待って、ちょっと待って、逃げろ、一旦逃げろ。おい、さっきから俺らが標的みたいじゃねえか。まずいぞ。どうやら FBC に不正アクセスを気づかれた。あ、不正アクセス気づかれたらしいね。 FBC、 どういう意味だ。かわいいな、待っててくれたの、ワンちゃん。ワンちゃん意外にいい子だね。しゃ、来い。しゃ、これ降りながら戦うのがいいかもしれないね。待って、どこ行った。ワンちゃん、ストップ、ストップ、お手、お座り、待て、ノンノンノンノージャンプノージャンプ、お座り、待て待て待て、動くな、バカワンちゃん、バカ犬。おらおら、ナイフじゃハゲ、ウェイ。あ、ナイフで倒せるね。ほらほらほら、どうしよう、おらおら、顔面切りまくんじゃ、おらおら、はっはっ、ジャンプ、あ、下落ちちゃった。まずまずまず、上がらないと。クエント、クエント狙って、なんだ俺狙い、いじめだよね。うわ、ハンター来てんのか、マジで。あ、これいいかもしれない、うまく利用してね。あ、何、また発電機が上がったのか。なぜ、今度はなんだ、今度はなんだ、あかん、負荷で、処理能力の負荷で電源が落ちたな。まずまずまず、早くしろ、これあげる、えい、これでいけるな、急げろ。ノン、ダメ、ドカン、あーノン、死ぬ。どら、ハゲ、くんじゃねえ。どうした、ワンちゃん。おら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 、よし、とどめじゃ。まだ生きてんの。どうした、うわー、ハンター来てる、ハンター来てる、まずい、ハンターの一発重いからね。よっしゃ、倒したか、えいー。あ、まずいぞ、武器ねえな、武器がない。よっしゃ、テンション上がるな、バカ野郎。テンション上がってる場合じゃねえ。端末の接触バレすぎでしょ、 無能か、お前ら。しゃ、来いや、自主か、ほっ、のよっしゃ、頼むぞ、クエント、早くしてくれ。ノンノン、一発外しちゃった、もったいない。もったいない。ほんとだ、早くしろ、クエント、クソクエント、頼むよ、死んじゃうよ。よし、 80%、 あと20だね。20なんてもう数秒でしょ。ワンちゃん、ワンちゃん、ちょっと待って、起きたか。インジブルピタン、なんだそれ、よくわかんねえ。
何インジプンペンタンスって何よそれ、説明せえや。その説明なしでインジプンペンタンスってなんだよ。よっしゃ、これ角にいよう、角に。あ、あ、あんた、危ねえ。よっしゃ、あ、インジプンペンタンスだ。まずい、こいつか、あの姿見えないやつね。まずい、これ角いるのあかんわ。インジプンペンタンス来てるわ。降りろ、降りろ、早く降りろ。オーケー、まだ生きてんの、インジプンペンタンス。降りて、よし、インジプンペンタンス来てる。オラゴラゴラポンモン、えい、電撃グレネード。水の中じゃないと意味ねえんじゃないか。よっしゃ、あ、ワンちゃん来てる、ワンちゃん来てる。まだか、解析率 80% どうした、嘘つきやがったな、あいつ。あいつ嘘ついたね、バカ野郎。こんな時にそんな嘘いらねえ。ジャンプ降りて、よっしゃー、来たー、ナイス、クエント、ナイス、クエント、クエント守れ、俺を守れ、緊急ミッション守れ。オラどうした、ハンターやめろ、ハンターやめるんだ、あ、死ぬ。ハンター硬えな、こいつ。あ、何、いない、え、取って、デコイ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 、これデコイの方集まるからね。オラあっち行け。あ、違う、え、デコイってそういう能力じゃなかったっけ、違うの。待てよ待てよ待てよ、 RPG ぶっ放すか、来いや。オラボムウェイ、一発しかないからね、もう一発使えないよ。あ、終わったか、よっしゃ、終わったね。真実の扉をノックしますよ、グライダー。グライダーじゃねえんだバカ野郎グライダーじゃねえんだバカ野郎、ふざけんな。しゃ、武器回収 M40A1、 いいね、ライフル武器だね。で、パイソンどこ落ちてたっけ、パイソン落ちてたよね。まあ、とりあえず乗り切りましたよね。ロケランいる正直俺の中でロケラン別にいらなかったなあまりね。まあ、使った方が早く倒せるんでいいでしょ。集めてドガンがいいね。ドラム缶もあるしね。ちょっと待て、パイソンのありかどこだっけ、パイソン、パイソン、パイソン、パパパパイソン、おいえ、パイソン上か、あらららららら、ら、あった、これか、よっしゃ、パイソンゲットですよ。ほう、よっしゃ、ムービー来たね。まだ来るのか、あ、これロケラン撃ったの失敗かもしれない。またなんか来そうだな、やめてくれよ。俺失敗したんじゃないか、これ。やっちまったか。ハゲ頑張れ、クエント。なるほど。そうだ、あ、全部が分かったのか？分かったのか、ベルトロの正体。ある意味では。ある意味では。答えを得る手段はただ一つ。ただ一つ。当人に聞いてみましょう。当人？ああ、こちらフォークボール、オブライエンだ。オブライエン？それ何？代表が正体？オブライエン代表。すべて理解しました。え、オブライエンが、ベルトロは復活などしていなかった。あ、違うんか、ビビった。すべては捏造、捏造。その希望者はあなたですね。同時にベルトロを語ってまで揺さぶり動かしたかった人物がいた。ああ、だいたいそんなところだ。さすがは私の優秀な部下だよ。こいつだったのかい。彼の残したログを解析した結果は、代表にはおそらく有用なデータではないかと。何、確認させてくれ。はい、即時送信します。何、何、急展開すぎるね、いきなり。どういうことですか、コネクションエラー、気づかれましたか。うわあ、何何何、なんか来るよ。男たちの端末が追跡され、暴殺の展開、まさしくこのネームのパルコ進駐する気か、バカ、バレなさい、今送信を。機械大好きすぎるでしょ。わーお、これクエントアウト？フレッド、キース。なになになに、このミサイル。わーお。なんてことだ。いや、俺が言いたいわ、俺のセリフだそれ。これで終わりか。エピソード 9-1。 ちょっとクエントが、このクエントたちがどうなったのか知りたいね。まあ、この先また見れると思いますが、こんな死に方ありですか、わかりません。お、来たね。今回はエピソード 9-2 になりますね。ジルかわいいな。今回はジルとクリス目線になるね。研究施設、
赤い液体がある。怖い。触れちゃダメなやつだからね、みんな触れないように、触っちゃダメだからね。うわ、アイテムめちゃくちゃあるな、これ。食い止める方法を探さないと。流出。研究施設の制御システムを探す。制御システムを探すんですね。オッケー。でも見てあれ、アイテムめちゃくちゃあるよ。は、え、クリスどうした？何クリス？クリス？何してんの？何見てんの？ゆっくり動いてる。何？何も言わない。What？ レーザー。はあ、はあ。ああ。これで見ろってことね。レーザーがあるね。よく死ななかったな。あの、バイオハザードの映画じゃ確か死ぬよね。こう切られて。あったよね。みんなのトラウマシーン。あれじゃないの？あれとはまた別なのね。じゃあこのレーダーを見ながら行かないとね。ここにはレーダーがないぞ。壊れてるね。故障品を置くんじゃねえ。あ、これでもしかしてレーダー止めるのか？押す。こっちが消えてこっちが追加されたよ。よし、でも先に進めるようになったね。あー、これうまくやっていかないとダメなんだ。難しいね。こっちはいける。こっちは何もない。いきますね。あ、ここにもスイッチがあるよ。当たらないようにね。ダメージ食らうから。ボタンを押す。だ、次はどうなるんだ？両方消えて？あー、いけるようになったね。よしよしよし。次はこっち行こうか。開かない？ What？ 開かないようだ。マジで？ここに来て開かないなんてことあんのか？あ、あっちも消えてるね。あー、よかった。全部消えたんだね。ここの一方通行のとこ。よしよしよし。まあ、とりあえずハーブ発見ですね。ハーブは大事に取っていきましょう。ゲッチ。で、入ります。扉が何かでロックされているわ。指紋認証。してるからね。OK か。いけるよね。よっしゃ、開いたね。指紋認証が完了したわ。おー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 、弾がたくさんあるぞ。まずはこれ。マシンガンの弾か。で、ここにもマシンガンの弾。あ、マシンガン弾薬ケースね。いいね。で、そして、グリーンハーブ。他にはないのか？あるじゃないか。見せてみろ。隠す必要ってないからね。あんなとこ落とさなくてもいいでしょ。マグナムの弾。あ、なんか今、反応あったな。あ、これか。なんか書類だね。新型ウイルス感染について。ほうほうほう。T アビス。G アビスと T ウイルスの遺伝子を交互させたものである。その脅威を考えれば誇ることはできないが、海洋性ウイルス兵器という新たな分野を開拓したものこともまた事実だ。だがこれを最高の兵器と後世に名を残したとして、私は複雑な気持ちでなる。はあ、はあ、T アビス。オーマイガー。この流出を止めないとダメなんだよね。どえらいもん作ってくれたな、バカ野郎。しゃ入りまーす。部屋入りまーす。勢いよく入ります。ガシャリンコと。おー、また武器の弾があるな。ライフルの弾。なんかあるね、いろいろと。あれは指紋か。手がついてるね。オッケー。で、アイテム。椅子のとこアイテム置くんじゃねえ。ここもまたなんか本が置いてあるよ。ベルトロ工作員の日記。作戦は成功した。テラグリジアに時刻が、なんて読むのかわからない。採布したウイルスとそのバイオハザードによって街は滅び去ろうとしている。どえらいことしてくれたね。どえらいやつだよ、本当に。性格悪すぎんだろ。人々殺して何の意味があるんだ、教えてくれ。しゃ、入りまーす。ガチャリンコ。あ、下に降りてきたね。これが制御システムだ。うん。あれ？動かせないな。あらららら？丸ボタンが押せないよ。あれ？なんで？あ。クリスが来ないとダメなのか？あれ？調べられないね、何も。クリス？これ制御システムだ。あ、クリスがいじるのね。なんだそら。しゃ、クリス頑張ってくれ。OK。なら私は施設内で認証コードを探す。OK。ジルは認証コードを探しに行くんだね。OK。このコンビいいね。認証コードを探す。探していこう。こちら行こうかな。まずはカスタムパーツつけていこうかな。なんかあったっけ？何もないよね。あー、ハンドガン強化といこうかな。ハンドガン。ダメージ。ハンドガンか。ハンドガンよりも G36。あ、これでいいね。G36 つけようか。OK。で、カスタムパーツにダメージ2、20% アップですね。これで OK。やっていこう。
認証コードはどこにある？下には行けないよね。下はこの赤いあれだからね、ウイルスだから。ドアのロックコードを解除した。よし、ナイス、開けてくれたね。気をつけろよって言うなら来てくれよクリス。まあいいよ、ジルは強い女の子ですからね。めちゃくちゃ強いからね、すごい力持ってるから、息もものすごく続くしね。よっしゃ、おお、何この罠的なハーブ。うわー、見て、危ねえな。ボンミスするとこだったよ。いつもの感覚で行くとこだったね。気をつけながらやっていかないと。とりあえずこっちは今んとこ何もないよね。弾回収、弾回収、いいね。ここで敵出てきたら最悪だな。とりあえずうまく見ながらやっていかないとね、ダメージ当たらないように。あ、難しい。あ、当たらないよね。あれ？で、ここはないんだよな。ここはないね。よっしゃ。ハーブ、ゲッチ。あ、もう持てないのか。5個が限界だからね。あ、こいつ認証コード持ってるか。で、このボタンを押す。よし、押してみよう。全部消えるかな？オーケー。あ、全部消えてない。あれ、全部消えてない。またこれどっか認証コード、あの、ボタンあるね。ボタンを押していかないと。わー、ダメ！あー、うち！あったのか！うわーじゃねえ。ごめん、ジル。ジル、思いっきりうわー言うたね。ごめんなさい。よしよしよし。こっちはいけるね。すごいダメージ受けるから、当たらない。What？ 注意しろ。どんな BOW が開発されていてもおかしくない。BOW？ 何？またドカン言うたよ。いる！あ、こいつか！おら、おら、死ね。ゲッチ倒したか。まだ生きてんの？しつけえな。ワッツ、あいつもあいつで倒しておいた方がいいな。よし、ちょっと待てよ。足、足、足、足。よっしゃ、ナイス、撃破成功。え、まだ生きてんの？なにこれ、なにこれ、なにこれ、気持ち悪い。よし、よし、よこせバカ野郎。ようやく死んだ。怖えよ、何者だよ。あんちゃん、ダメでしょ、それ、出てきちゃ。出てきちゃダメなもん出てきたよね、今。しゃ。で、これで OK。おお、お、またいる！嘘でしょ？ポム！よっしゃ、あっち集まる。あ、あっち集まらないの？イエス！イエス！ジャンプはできない！あかん！やばいとこ入ってきた。あかん！行きます、行きます、行きます。横通ります。倒した方がいいのか？これ先行けねえのか？ダメ！行けないね。あそこで認証しないとダメなのか。あーの、ダメ！あー、うぜえな、こいつ！よっしゃ、倒したね。ふぅ！あぶねえ！あー、上にアイテムがある。これ上のアイテムどうやって取るんだ。あ、端があるね。あー、ここ登ってたらよかったね。無理にこっち来なくてもよかった。あー、失敗したな。俺のボンミスだ、最悪。まあいいや。あ、違法カスタムパーツ発見。いいね。これでまた私は強くなる。ジルは強くなる。やめて。なんか変なの来るからね。これだ。ボム。変なの来ないで。なんか倒した後、なんか出てきてんだけど。なんかニョロニョロってね。そんなの出る必要ないからね。気持ち悪いわ。あ、こっちか、こっちか、ビビった。またオートセーブ来たね。なんだ？はぁ、実験。あー、これ地図だね。これで地図の方が見えますよ。よかった、よかった。えい、マシンガンの弾回収。回収、回収。他の流れか？他に何か怪しいものはなさそう。あったじゃないか、出しなさいよ。ハーブの方結構使っちゃったからね。ショットガンの弾、いいね。で、これだね。あれ？違うの？あ、これか、こっちか。よした、ボタンおる。はい、これであれが消えたね。よし、戻りましょう、全部。全部一気に戻りましょう。ウェイ。敵出てきてねえよな。うわー、なんか来てる。何あれ、なんかいる。おいよ、うわーし、ムカデ。あかん。あんちゃん、あかんやつだ、これ。逃げよう。うわ、まさかこっちに出てくるパターンじゃねえよな。ここは通れない。
うわ、なんかムカデ来たよ。あかんぞこれ。ヘクシロン、もう出よう出よう出よう、逃げよう逃げよう、逃げることを先決だ。ワーツ、何ダメージだい。よし、これで認証コード取れたかな。えい、取れましたね。あ、違う、あの方の手のひらの上での出来事だった。あの方。はは。よっしゃ、試作ワクチンを手に入れた。クリス、こっちの調査で分かったことがあるわ。テラグリジアの黒幕は FBC のモルガン・ランズディールよ。言いにくい。レイモンドが言った真実とはそのことなのか。かもしれない。でもここで見つけたのは状況証拠だわ。決定的な物証がなければ。これまた戻らないとダメだね。こっちから行けないから。またボタン押しに行かないと。ふぅ。いろいろと真実が明らかになっていくね。そして先ほどのムカデみたいなやつは何なんだ。あれあかんでしょ。あれ映しちゃダメなやつでしょ。ねえ。あ、またオートセーブ来たね。次はこっち。試作ワクチン。よし、入れた。ナイス。シュー。ワクチンを注射した。まさかジル、めちゃくちゃ強くなったパターンじゃないですか。違う。よし。ダウンロードを開始します。しばらくお待ち。待てねえ、時間は限られてる、バカ野郎、ふざけんな。あ、待って来た。あ、何？やめて。ムカデでしょ。あのムカデ野郎でしょ。わざやくしろ。よし。ダウンロードが完了しました。いやもう戻ったらいるパターンのやつでしょこれ。ね、やりやがったなお前、わざとやったな。とりあえず認証コードは手に入れた。これであとはクリスの元へ帰るのみ。うわーお。あ、まずい。戻らないわ、すぐに。やばいぞ。わかってる、それはわかってる。誰でもわかるでしょ、異常事態だって。死ぬわこっち。冗談じゃねえよ。これもうゲージない。うわ、あんのかい。あら、あかん。あかんあかん、ダメだ、死んだ。すごい声出すね。これ待てよ、あっちでボタンを押してこないとダメってことかね。え、じゃないと帰れないもんね。あ、上泳いでいけばいいんじゃない。上泳げる、上から行けるのかな。ちょっと分かんない、どこからになるんだ。とりあえずレーザーを元戻さないと。これあっち行けないからね、クリスの元。息継ぎもないしな。はい、認証コード。ダウンロードを開始します。しばらくお待ち。いやし、早くしてくれ。お前さえ早くしてくれてた、俺は逃げ切れてたよね。これ今押しても意味ねえよな。反応がないわって出るもんね。ないことないでしょ。だったらさっきの何だったんだよ。さっき押して反応したの何だったんだよ。よっしゃ、行こう。で、回収。これ待てよ、難しいな、あの認識。ま、ちょっと考えながらやっていこう。わー、助けて。よっしゃ、行こう行こう。ええ、何何これ。え、何これ、なんで急に息、え、なんで息もう切れたの。早すぎない。なんだったの今の。 What? なんで、何今の死亡判定、意味がわからないんだけど。どこも行けないじゃん、あんなので死ぬんなら。なんか悪いやつ釣った。え、なんなの今。ここ行ったら死んだよね。俺これ押すために行こうとしたんだけど。え、何何何今の、よくわかんねえ。死にまくってんな。すぐ死んだね。ああ言うて死んだね。これ待て、どうぞ。なんでさっき死んだの俺。めっちゃ理不尽な死に方したけど。わかんない。ダウンロードが完了しました。えい、認証コード。で、ここでガンまた来るんだよね。このムービー飛ばせないのか。ああジルがぐちゃぐちゃになるとこ見ないとダメだね。
え、なんで？あ、ワクチン注射打たないとダメ？あ、注射打っ、あ、そうだね。注射打たないと泳げないんだもんね。あ、そういうことか。あ、注射された時点でオートセーブされてなかったのね。はぁ、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 そういうこと。なんだ。そら即死ぬわな。こっちだ、先こっちだね。あー、俺もう敵注射した時点でオートセーブされてんのかなと思ったら、なんで死ぬのかなと思った。これのせいか。ワクチンを注入することによって、あの中でも生きていけるんでね。逆にワクチン打ってないとすぐ死にますから。なんですぐ死ぬんだろうなと思ったら、これかよ、原因。しゃ。今度はもう大丈夫です。ワクチンを一回一回打たないとダメなのね、失敗したら。緊急事態、早くしろや、お前。もう3回目だ。できてるでしょ。やる前にしろ。死んでるの何回も見ただろう。しゃ、行こう。これでもう大丈夫なはず。ビビったわ。何この理不尽ゲーって思ったんだけどね。一回目何だったんだって思ったら。俺のミスだね。あ、押せない。早く戻る。クリスの元へ戻る。これでも戻れねえよな。これ上から泳いで。ああ、こうだね。これで合ってるね。よっしゃ。で、どこだ、どこだ、どこだ、クリス。ちょっと待て、視界が濁ってきた。ちょっと待てよ、どこだ。一体上に上がろうか。息継ぎ、息継ぎ。オッケー。よしよし、戻ってきたね。なんとかね。なんとかだよ、ほんと。助けてくれや。しゃ。ジル、どうした？認証コードを入手したわ。オッケー、いいぞ。持ってきたぞ。すぐに中和プログラムを開始させよう。オッケー。頼んだ、ジル。はい、仕事。おい。認証コードを使用した。これでやってくれるはず。ビビったね。な、無駄死に多かったわ。わあ、こいつ来たね。 FBC のリーダーだよね。モルガン・ランディズ・ディール。知ってたのか。やはりあなたなの、テラグリジアの黒幕は。まずい、やつら。ノー、何、まずいぞこれ。ちょっと待て、敵がうじゃうじゃ出てきた。はめられた、クソったれ、バカ野郎、カカロットのバカ野郎。あー、クリス、やめろ。お前、愛しのクリスにやりやがった攻撃。安全を確保する。待てよ、一旦この敵を全部倒せとのことね。オッケーオッケー。かかってこいや、喧嘩上等。おいえい。へい。いいぞ、何体でもかかってこい。私、ジルごと、ジルが相手してやろう。オッケー。遠くから撃ってくんじゃねえ、卑怯者。お前みたいな人生送りたくないね。遠くから眺めるだけ何がおもろいんだ。の、なんか来てる。なにこいつ。あ、こいつか。別に今さらびっくりするようなことでもないわ。どけ。よし、クリス、ナイス。オッケー。おーいえ。まずは、ハーブ、ハーブ、ハーブ欲しいな。よし、あー、5% か、まだ足りない。うわー、なんか来てる、またこいつ来たのか。頭、こいつ頭打てばいいからね、みんな。慌てる必要はない。人生慌てちゃダメ。慌てるようなやつは三流だ、俺は慌てない。あ、上がってくんのかよ、お前、上がってくんのかよ、まずい、降りろ。緊急ミッション、降りろ。よっしゃ。ハブ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 よこせ。100きたね。よっしゃ、ハブノン。チンコ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 。なぜチンコ連打、なぜに、なぜにチンコ。なんか飛んできた、まずいな。ドラハゲ、あっち行け。えい、死んだか、倒したね。まだいる。よっしゃ、これで倒したね。うわ、また来たのかこいつ。何匹来んだよ。あかん、ちょっと待てよ、体力回復しとこうか。下手したら死ぬかもしれない。うわ、こいつめちゃくちゃ来まくってんな。しゃ、頭狙えばすぐ死ぬからね。あーの、ダメ。
ああ足がくじいた、ジルこんな時何してんの、ダダダダダダダ。下に降ります。パーセント、お前何しとんねん。さっきから全部分かってた、お前がやってること全部見えてんだよ。しゃあ来いや、武器はここにあるからね。あーだからここにあんだね、置いとってくれてるんだ。弾の方は心配しなくていい、ここに武器がたくさん入ってるので、サブマシン外以外にもね。とにかく頭を撃つこと、これを集中かけてやっていこう。弾切れた、オメガならばショットガン、ドゥルルルショットガン、ウェイ、いいね、クリスナイス、いいぞ、ひるませろ、えい、ナイス、そしてベイベイ、イエス、あ乗り切ったか、しゃ一旦は乗り切ったね。どうした、えいえいえい、おいよ FBC さんよ、オーケー、ウルチュア、てめえこの野郎、おらあ画面割れねえのかい、今日で終わり？この私が何のために君たちの前に姿を現したか理解してほしいね。こう見えて私は元来とても臆病者でね、不安は完全に取り除かないと済まないたちだ。 BSAA 諸君、オブライエン君にしても君たちにしても目障り極まりない。私がこのまま野放しにしておくと思うかね。見くびってもらっては困る、見たまえ。君たちの命運はすでに私の手にある。このロックオンされてるね、クイーンゼノビア今いるとこだ。ダメだ、積んでる。あーエピソード9これで終わりだね。はい終わりました。積んでいる、あー助けてくれ。今回はちょっと死にまくりでございましたね。死にまくりも死にまくりだ。オッケー。クイーンゼノビア？びっくりはてな。冷静だな。こんな時にトロフィーいらねえや。オッケー。とりあえず9の1、9の2、終わりましたね。おレイドモードがステージ追加されたらしいですね。今そんなこと言ってる場合じゃない。だんだんと真実が明らかになっていき、そして今ジル、パーカー、ジェシカ、クリス積んでます。ボタンスイッチ、エンターキーポッて押されたらもうアウトです。そんな展開いりません。絶対この先死ぬことなんてないと思いますが、まあだんだんと真実が明らかになっていきます。次回の実況もまた見てください。次はエピソード10になりますね。ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。